いやー、竹内さん、もうすぐ年末ですね。ですねー。今年も早かったですね、1年ねー。でもやっぱり年の終わりね、すっきりとして新年を迎えたいもんですよねー。道行けば人情街道、今回は金沢市の直江にやってきました。ちょうどね、海側環状から少し入ったところになりますけれども、今日訪ねるのがこちら平田理髪店ですけれども、これトレーラーですよね。じゃ早速ね、訪ねてみましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。どうも、石川テレビの竹内です。よろしくお願いします。こちらのお店ですけれども、まだオープン間もないんですか？はい、12月4日にオープンしたところですね。あ、じゃあ本当にね、まだオープンしたばっかりみたいな感じですけど、はい、ここ外から、これトレーラーですよね？はい、トレーラーハウスになってます。なぜまたこのトレーラーハウスでこの床屋さんとか理髪店をやろうっていうのは？まあ、父が、まあ、亡くなってるんですけれども、まあ、その父と僕はよく車のお話をしてて、はい、まあ、僕も車好きなんですけど、はい、なんかトレーラーハウスでお店ができたらすごく面白いなって思って、はい、じゃあもともと亡くなられたお父さんっていうのは理髪店かなんかされてたってこと？あ、そうです、そうです。床屋やってました。 10年以上、うん、一人でされてたんですけど。あ、一人で？お父さん一人でやってたんですか？もともとそのお店も3人でできるようなっていうことをイメージされてて、一人なのに椅子は3台あるみたいな。あ、そうなんですか。もうそれが一番のもう夢やったみたいで、だからその時には私もまだ美容師の免許しかなくて、うん、床屋の免許がなかったもんで継げなかったし、で息子も修行中で関西行ってたので継ぐことできなかったし、そんなんでちょっともう悔しい思いをしながら閉めたんで、でもう閉める時にも絶対再建するからねっていうことを誓って閉めたので、で今ちょうどそのタイミングで私も免許取れて、で息子も帰ってきてくれてみたいなんで、もう全部がうまいこと言ったんで、やはりそのお父様の亡くなられたね、お父様の意思を継がれるような。そうですね。いや、でもなんかこう入ってみますとあれですね、そのトレーラーの中とは思えないような、なんかおしゃれな空間じゃないですか、ここ。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひともリラックス体験してください。大丈夫ですか？まあ大丈夫です、大丈夫です。気持ちいいですね、これね。そうするとお父さんが、はい、理髪店、床屋さんやってらっしゃる時っていうのは、はい、お母さん完全にまた別の店で美容師をやってらっしゃったんですか？そうです、そうです、そうです。主人亡くなってから、うん、本格的に床屋の方の免許を取ろうと、うん、はい、あ、そうか、入り口にあれですよね、ヘア&スパって書いてありましたっけ、はい、スパっていうのがそういうあれなんですか？ヘッドですね、頭の方の、うん、はい、リラクゼーションをもう、なるほど。いつ止まるかしら。じゃあこれでもう顔は終わりですか？はい、もう完全に綺麗になりました。 ありがとうございます。はい、もうお顔も白くなりまして、はい、気持ちいいです。だからもうこの気持ちよさを、さらに気持ちよくなっていただきたいので、はい、息子の方が、ヘッドスパの方のスペシャリストなので。ヘッドスパのスペシャリスト、はい、自動でこう夢のリラクゼーションの世界へいざないます。はい、このなんか白い上がってる煙はこれは何で、別にお湯の煙じゃないですよね、これね。これは何ですか？これはホットスチームでして、あったかい蒸気を実際に頭皮に当ててるんですけれども、このしっかり揉み込ませていただいてる間に、うん、頭の方が冷えないように温めてますね。なるほど、はい、毛穴も開くのかしら？そうですね、毛穴と、まあ、毛髪もそのキューティクルが開く状態ですと、うん、
まあ、トリートメント剤や育毛剤がしっかりと入っていくように、浸透するということですか。はい、でもおいくつぐらいの時からもうその床屋さんになろうと思ってたんですか。そうですね、もう本当に将来、自分の将来を考えたのが中学生の頃だったんですけど、はい、まあ、やっぱり父のその仕事場とかもよく連れて行ってもらいましたし、僕の髪の毛はいつも父が切ってくれてたんですけど、そういう父の仕事してる姿を見て、あ、かっこいいなってずっと思ってたんで。すごいですね、なんか念入りにやっていただいて。え、私の頭凝ってます、頭皮凝ってますか。そうですね、結構凝ってらっしゃると思います。頭皮の動きがちょっと悪いかもしれません。ちょっと待ってください、これ、はい、頭皮の動き悪いっていうのはちょっとまずいんじゃないでしたっけ、はい、抜ける前兆じゃないでしたっけ。ちょっとそうですね。でもまあ本当にね、まだオープンして間もないですけど、どんなお店にこちらしていきたいんですかね、これから。やっぱりこの、直江東の土地で、まあ、ちょっとそもそも生まれ育った土地とはちょっと離れてきましたけれども、まずこの地域の方々の、日々の疲労をこちらのお店で、もう癒していただけるような、本当にこの町の癒しスポットとして、はい、根付いていきたいと思います。